はい、それでは始めていきましょう。ファーム&スタッフ2週目やっていきましょうか。はい、フェラルフォード終わったんでね、また自由な時間が生まれました。やったね。ということで今日は何をしていきたいかというとね、まずはこれを見ていただきたい。はい、じゃーん、農園です。これ今農園作ってます。すごい種類の野菜と果物があったじゃないですか。それを今ね、頑張って1種類ずつ栽培しようというところでね、着々と増やしているところです。はい、もうね、これでもまだ3分の2くらいかな。はい、まだまだね、奥の方に伸ばさないといけません、この耕作区画を。すごい種類の作物がいっぱいあるんだよ。で、これを増やすためにはね、腐肉がやっぱり必要なんだよね。腐肉、今ある分だけはね、こうやって耕作区画置いてるんですけど、残りを増やすために腐肉をね、今日はゲットしていきたいと思います。で、例のごとくね、クエストを進めていきましょう。本日もティア2クエストになります。で、ティア2クエストの狂気をね、プレイしていこうと思うんですけど、前回のフェラルフォードでね、ちょっとはしゃぎすぎて弾が全くないんですよ。なので、このゾンビをね、この鉄製スイッチハンマーのみで倒していかなければなりません。ま、余裕ですけどね。あ、やった、早速、腐肉1個ゲット。いいね、いいね。お、2つ目ゲット。やったね。結構順調じゃないですか、これ。で、割とこのキッチンとかが熱かったりするんじゃない？オーブンの中に腐肉が入ってる。うふふ。うふふふ。マリオかな？あー、ここまずいな。4体いるな。1人走ってこない。大丈夫か？よし、1人。3人、4人、うん、うわ、ナイス、強くなったな私も。これ鉄製スレッジハンマー使用禁止にした方がいいんじゃない？無双しちゃってるよ。でも、もうこれがないと生きていけないんです。無理なんです。もうこれなしでは生きていけません。禁止にするのは却下だ。やばい、走ってきた、痛い、やばいやばいやばい、この狭いスペース不利なんだよね。あ、やばい、痛い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 、やばい、もう走んないで、走んないで、危ない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 。うい、オッケー、ああ終わりだね、オッケー。ああちょっと危なかった。油断するとすぐ HP 持ってかれるんだよね。お、やった、ティア2終了じゃん。あ、しかもネイルガンもらえる、これめちゃめちゃ嬉しい。あ、でも工作バンドルが、あ、これはどっちを取ればいいんだ。バカ野郎、ネイルガンに決まってるだろう。よし、ほい、ゾンビたち、1、2、よし、ナイス、はいはい、オッケー、まだ来るか、危ない、オッケー、倒した、オッケー、終わりかな。あー、終わりだ。もうティア2はサクサクですね。いい感じ、いい感じ。ちょうどいいところにね、教会がありました。これ、腐肉、激アツじゃないですか？教会と言ったら、腐肉だよね。いや、わかりません。普段そんなね。そんな真面目に教会とかあさんないのでよくわかりませんけど、絶対腐肉あるでしょう。あるような気がする。お邪魔しまーす。うわー、腐肉じゃなくて、まあ、腐肉なんだけど、うわー、ちょっと多いって。4は困る、4は。あれ、教会って腐肉なかったっけ？綺麗だね、随分この教会ね。あ、なんか上にいる？あ、びっくりした！うわー、超びっくりしたー！バカー！もう。はい。おー、ゾンビがいっぱいいる。あ、やばい、意外と死にそう。まずい、まずい、まずい。やばい。はい。はい、オッケー。板巻いとく？巻き、巻き。やばい！やばい、レイジモード入ってる。危なー。危険すぎる。もう一匹くらいない？これ。うわー、二匹いた。はい。はい。あー、足骨折した、マジか。まずい。ちょ、危ない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 。そいぎ、そいぎ。あ、ギプス持ってる、私。ナイス、ギプス。えい。えい。多いな、5体か。あー、でもナイスナイス。
もう一発、もう一発、ヘッドショット。ああ、ダメだった。痛い。やばい、やばい、やばい、やばい。あ、まずい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 。ちょっと、巻いて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 。ま、あれ、あれ、どこで、どれだ、どれだ。あー、やばい、レイジ、レイジモード、ナイスー。今のはうまかった。今のはうまい。熟練者のなせる技。あ、あ、あそう、最後の一体だからって、抵抗するんじゃない。よし。で、骨折しましたので、はい。少しね、骨折が治るまでゆっくりしましょうか。今回、ファーム&スタッフのこちら、魚を釣ってみようというクエストをね、後半はやっていきたいと思います。で、ちょうどね、お腹が減ってるので、この魚を釣ってね、可能であればちょっとご飯を作って食べていこうかなっていうところですね。H2O。で、まずは釣り竿と釣りポイントが必要。はい。で、釣り竿をまずは作ると。あとは釣りポイントね。ゲ、腐肉使うじゃん。違うんだよ。工作区画のために私は腐肉を取りに行ったんだけど、なんか、なるほどね。はい。で、うちの家なんですけど、幸い立地が良くてですね、近くに池があるんですよ。あそこを魚釣り場にしようか。いいねー。なんかちょっと池の様子がおかしくないか？もこもこしてるぞ。こんなところに魚がいるのか？変なやつしか釣れなさそうだな。まあいい、やってみるか。で、多分、これを置いて、釣りポイントを置いて、竿を持てばいいのかな？あ、なんか左側にバフがついてる。何これ？手を持ち替えるとなんか引いてる引いてる。何これ何これ ?100 になるとどうなんの？釣り竿のメーターが100になるぞ。あ、98。104。何何何何釣り上げ？あ？魚ネット？おーカニが釣れた。エビ、カニ、タコは低確率で釣り上げることができます。え、これ早速レア引いたっていうことじゃないの？マジで？レシピ、レシピ。わー、カニチャーハン。わー、カニチャーハンこれ作れるか？カニチャーハン食べたいね、これね。でも私、カニクリームコロッケが好きなんだよ、カニコロッケ。うわー、うまそうだなー。あー、でも作れそうかも。もう一匹、もう一匹釣ろう、もう一匹。おー、私の手さばきは早いぞ。あれ、釣り竿持ってない。ほい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 。はい、釣れるー、釣り上げー。開封ー。おー、鮭ゲットー。あ、これでクエストクリアだ。ほいほいほい、まく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 。分かってきたぞ、分かってきたぞ。魚ネット開封。あ？あ？猫の飾り黄色。何この可愛いの。誰こんなの海に捨てたの。何が釣れるか分かんないね。面白すぎこれ。はいはい、魚ネット開封。あー、カニ2つゲット。これで、これでまさかのカニコロッケとカニチャーハンのとんでもない夢の料理が出来上がるんじゃないか。いやー、まさにこれぞ自給自足。はい、だんだん分かってきました。これね、釣り竿を投げて、で、左側に、魚のマークが15秒間バフがつくんですけど、この間に魚がね、釣れるかもっていうバフらしいです。で、この釣り竿マークが、で、このフックマークが出たら、魚が引っかかった証拠なので、これで巻く。で、これで巻いて、100以上巻けたら、釣り上げる。簡単だね。はい、ということで、なんと魚のネット、あっという間に6個も集めてしまいました。開きましょうか。お、猫。玉？キュミリダン。え、何？あ、海藻？海藻まで釣れちゃうのこれ。え、玉。なんで玉？あ、玉。玉も結構釣れるのね。さて、どれどれ。あー、かわいい。かわいいぞ。かわいい。最高だな。で、あとは問題はクッキングですね。カニ2匹手に入れたんで、まずカニコロッケ。カニコロッケはミルクと麦とキャベツなんだ。まあ、ミルクはいっぱいあります。で、キャベツもあります。麦は？あー、麦はないんじゃないか。あー、麦がない。マジか。あー、マジか。カニクリームコロッケ食べたかったよ。ダメだ。みんな諦めるにはまだ早い。
カニチャーハンが残ってる。カニチャーハンはブロッコリー、人参、卵、米。ブロッコリーあるよ。人参は？人参はないのか？人参は。人参は？あははは、人参ないよ。人参ないよ。育ててないよ。あ、巻き寿司いけそうじゃない？私さっき海藻取ったもんね。え、きゅうりと米は？きゅうりと米と卵。あ、きゅうりある。きゅうりある。米、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 米は？あ、米ある。米ある。卵、卵、あ、卵ある。卵ある。作れるんじゃない？作れる。作れる。恵方巻きも作れる。えへへー。え、どっちにしよう、どっちにしよう。やば、どっちにしよう。巻き寿司か、恵方巻きか。まあ、なんか、恵方巻きの方食べ応えありそうだよな。こっちにするか。やったー。いや、初めてこのオーブン使った。うわ、めっちゃ嬉しい、これ。恵方巻きちゃん。どうぞ。おーほほほ。最高。ねえ、見て見て、見て見て。初めて恵方巻き作ったの、見て見て。あ、上から見るとさらに美味しそうだね、これね。食べたいだろう。牛ちゃん食べたいだろう、この恵方巻き。いや、早速ね、自分で初めて作った恵方巻き食べてみたいと思います。いただきます。うはぁ、うまい。あ、何も喋っちゃダメなんだよね。お、すごい。食料値60。おうおうおうおお。これは満腹になるね。ああ、嬉しい。あのね、めちゃめちゃ面白いです、このモッド。はい。釣りがね、想像以上にツボ。いやー、ちょっとね、カニクリームコロッケとか作れなかったの残念でしたけど、頑張って作物育てて、また次回作れるようにしていきましょうか。じゃあまた次回お会いいたしましょう。またね。